拡張です。ということで、お待たせしました。この配信に関してはですね、まあ、本日ね、デイデイにもね、まあ、出てたんですけども、まあ、ビジュアルがやっぱりもう仕上がってきてると。最新のね、こう大人っぽい彼らが、そのニジプロシーズン1から比べて、シーズン2になる時もか、パート2か、もう全然違うんで、しかも JYP の色も全然違ってるんで、今日は、まあ、このアーティスト写真ですかね、ちょっと皆さんと一緒に見ていこうかなと。いうことでよろしくお願いしまーすな。この、見てこれ。タイプですね。局長何回も言ってるな。カラフルはあかんでって。見てこの白と黒のベースにした、この雰囲気、この髪色もそうですけど。もう最高ですね。最高なんですよね。なんかね、それはなんかコンセプトがあれば別にカラフルでもいいと思うんですけど、無駄なカラフルが多かったんですよ。これなんですよね、結局ね。まだね、一人一人のね、写真もちょっと見ていこうかと。で、局長今日思ったんですけど、一番、多分、変わったのが、ソケンかなっていう。勇気も成長してるんですけど、なんかソケンが一番なんか仕上がってる気がしますね。韓国受けするんじゃないですか。なんか、パクソジュみたいな感じで。ちゃう？ケン君が、だいぶ仕上がってますよね。いい感じでね。もう最高ですよね。で、今から個人写真見ていくんですけど、局長この写真をね、多分ツイッターには公開されてないじゃないですか。なんでファンアカウントが、なんかやってたやつなんですけど、なんか JRP トレーニーって有名なアカウントあるじゃないですか。あれで見たら、なんとです。だいたい300とか400リツイートなんですけど、で、2番目にリツイートされてたのが、富安優やったんですよ。まあ、ビジュアルやなと思うますし、まあ、次、友也とかで600とかやってます。富安優で800兆やと思います。なんと、一番レベチで勇気が、1400か1600、どっちかだな。レベチでリツイート回ってたんですよ。で、おそらくそれが海外アカウントで回ってるんで、日本受けするのが勇気かな、ジャニオタガリの勇気かなと思ったんですけど、ちゃうわ。多分、一番海外のファンに受けるの勇気な、ビジュアルで。なんで、まあ、それぞれの個人なんですね。見ていくんですけど、まあ、勇気な。これがなんと1400、500ぐらい回ってたんですよ、リツイート。一番人気ちゃう、これから。まあ、今、現時点で言うと、多分ね、ともやか、トマが言うかな、まあ、どっちかやと思うんですけど、多分もうごぼう抜きでいく可能性ある、これも。なんか、バズりまくって、みたいな。可能性ありますからね。あ、今2000いきそうか、やば。やばいですね。引用リツイート見ときゃよかったな。海外で何が、どう勇気が刺さってるのか知りたいわ。日本のオタクに刺されそうな感じ、ちょっと可愛さキュートな感じもあるんで、かなと思って、海外に行けるんやなっていう。あ、自尊ペンが落ちると。なるほど。スキズのファンが注目してるんや、勇気に。なるほど。だから、それ、ちょっと似てるみたいなのが話題になってるんかな。一部界隈では。なるほど。自尊ペンが騒いでると。じゃあ、なんでバンチャンペンが春に騒がんの？バンチャンちゃうか。ヒョンジンか。で、バンチャンプラスヒョン、バンチャン足すヒョンジンが春ですよ、多分。顔面だけでいくと。バンちゃんとヒョンジンオタクに、もうちょっとリツイートしてって。ハル君。まだ見つかってないっすな。自尊ペンに刺さってんのおもろいな。いいっすね。だからちょっとスキズのファンがね、いい感じで注目してくれてると思うんで、これをちょっと乗ってほしいですね、この波にね。ゆうきくんビジュアルいいっすからね。大人っぽくない。見る？これ局長が。まあ、まだゆうきくん若干マシだったけど。これすごいわ、これ。すごいですよ、この違いですよ。最高ですね。まあでも、多分、こっから成長したのもありますけど、明らかにやっぱ、スタイリングがちゃうだけですね。成長したのもあるけど。でもね、これは、この衣装は、勇気に関して言うと、そもそもキュートが似合うんでまだ似合ってたんですけど、他ひどかったけど。他ひどかったっす。次、夕日ですよ。あ、もうなんか JYP って感じする。JYP やなっていうのは。いいですよね。この子もどん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 ね、やっぱメイク映えするんで、どんどん K-POP になればなるほど、ビジュアルも上がってきますよね。で、ラップもやばかったもんな。
いやだから多分ね、成長で言うと結構コンセプトによってバゴンと変わる感じしますね、ゆうひくんね。そう、じゃザ・ JYP ですよね。なあ、面白いよな。オールラウンド最高ですね。あで、続いて。セータン。でかいやったな。確かにアイドル身として、なんかこう、ニジプロ2の時に若干の心配あったんですけど、でもね、もう今回メイクでバチバチ仕上がり、あと、まあ、もともとやっぱスタイルもいいんで、やっぱね、こう、プロが仕上げるとやっぱ大事なんて骨格なんですよね。骨格が大事なんてやっぱ思うんで、それがね、やっぱセータが大将してるかなっていう。合うんですよね、こっちの方が。いいっすね。ああ、だからこの首の長さもね、首の長さもいいんですよね。もう最高ですね。首長いのやな。うん。ああ、ソケンですよこれ。ヘン君ですよこれ。ああ、いいですね。しかもね、この子ね、まだいけるんですよ多分。垢抜けてんねんけど、まだいけるんですよね。なんかデビュー前の感じがあるんで、デビューしてからもっといけるんちゃうかなっていう。ソケンは絶対赤髪ないけど、別にデビューで黒髪でいいんけど、どっかのタイミングで赤髪にしたらもっといけるな。で、今回結構そのみんな大人っぽい衣装の中でソケンだけ若干カジュアルにしてるじゃないですか。で、これ曲ちょっと同意で、ソケンに関して言うと派手なのが結構似合うんですよ。何かっていうと、何にでも染まれるから派手なんでも馴染むんですよ。で、シックな大人っぽい感じが似合うメンバーも他にはいるんですよね。だけど、この子はね、結構何、JRP のスキズのカラフルな感じでも結構いけちゃうんですよね。うん、そこはちょっと楽しみやなっていう。続いて、はるくんですね。最高ですね。最高なんですね。この前髪のこの感じが独特な、ありつも、やっぱね、輪郭がいいんですよ。この骨格。このゴツゴツした感じのね。この感じがいいんですよね。特に、この、結構、ヒョンジン味もあるんで、どちらかというと、アイメイクあたりが濃ければ濃いほど、陶器的な感じもね、見せれるんで、そこらのギャップはあるでしょうね、その作品によって。今回、正統、王道系なんで、あれですけど、結構、狂気じみたやつもこの方いけそうですよね。差別化されてていいですね、この感じもね。前髪ちぎって似合うのなかなかですからね。で、ともやな。もう最高。もうこの男もやっぱミスター JIP ですね。この男もやっぱミスター JIP ですよね。いいですよね。結局、だからともやに関して言うと、正直やっぱこの子中心にやったからこそガステなんじゃないかなっていう。やった、例えば、他誰やろな、ちょ、わかんないですけど、ともやがいなかったら、別にスキズ寄りにもなってたんじゃないかと思うんですけど、やっぱともやが中心にいるんで、この子がどうしても昔の第2世代から第3世代にかけての JIP なんですよね。やからこそ、今回、ガセになったんじゃないかなっていう。JB、わかる。ジニョンと JB 合わせた感じかな。ジニョンと JB で、感じかな。いいですよね。え、バンチャン味ある？そうだよ。バンチャン、バンチャン味あるかな？顔じゃなくて、リーダー感的なとこ。で、続いてこれ最後ですね。セックーです。もうここの子はね、2PM なんですね。知らんけど。スユーはね、まあでもね、この写真よりも、ね、動いてる映像の方がなんかユーはいい気がするけど、この子はもう 2PM だから、結局結構盛りだくさん、まあ、ね、スキズ要素もあればガス要素もあってみたいな、 PM 要素もあってもいいんですよね。あ、髪型はこっちよりもどうすか、センター分けの方がいい感じですか。いや、完全にまだ見つかってないだけで、絶対、和製ジョングクになれると思うんで、ね、楽しみです。アンバサダー系イナブランドのな、いいですね。最高ですね。
ちょっとマシュマロにできますね。元気、カラフル系で来ると思ったのはこの質感最高。やっぱ、まあ、女子はかろうじてカラフルでも可愛くていいんですけど、男子カラフル地獄ですからね。男子のカラフル地獄ですからね。勇気、地域予選の時は、素朴な坊やだったのに、お兄さんになったないと。かっこは可愛い、最高ですと。ニジプロ10センチ、背が伸びたそうですと。いいですね。それでも可愛いと。何もかもキュンです。いいですね。で、続いてこちらですね。オーディションの時よりも、せいたくんの美女が仕上がって驚きました。でももちろん全員めっちゃかっこよくなってましたと。観光合宿の撮影前に半年ほど、全員練習生をしているみたいなんで、20の時の反省を生かしてやってるんですねと。ああ、だから、そうか。20は練習す、ちょっと、潜伏期間があったよな。けど潜伏期間ないようにずらしてたってことか。最後に男性と女性は違いますし、それに20の時の練習期間9ヶ月違うので、20と比べないでほしいですと。20と比べて何なんですか？観光合宿前の半年、9月半からの、今までの3ヶ月。それはどういうこと？その、活動最初からのスタートが良すぎてっていう話？どういうこと？で、続いて、こちらですね。最新ビジュアルと少し違うんですけど、ネクスジの、Amazon Music の動画の、リポスト見たんですけど、ネクスジじゃなくて、ネクシー、え？ネクシ、ネクスジと書いて、カタカナでもネクスジって書いてたけど、ネクスジと書いて、呼び方的にはネクシーなんですか？メンバーたちが、僕たちはネクシーですって言ってました。そうなん？いや、多分じゃネクスジなんでしょうけど、その、なんか、言う、発音で言うには ネクシーとか。メンバーが言えてないだけ？メンバーが言えてないグループ名ってどういうこと？だから、ネクスジはネクスジなんやけど、それを挨拶というか、その早めに言うと、僕たちはネクシーですっていう。そういうこと。メンバーも言えてないだけ？メンバーが言えてないグループ名ってどういうこと？ネイティブに言うとみたいな。どういうこと？メクドナルドみたいな。マクドナルドネイティブに行くのが忘れたけど。そういうこと。ネクスジをネイティブに言うとネクスイ。こういうことですか？こういうこと？ってことは別にネクシーでいいんじゃないですか？ってことは別にネクシーの方が全然曲調的に嬉しいんやけど、ネクシーでよくない？ほんなら。そういうことやろ。公認、そう、メンバー公認やからな。いいんですよね。で、続いて、こちらです。ネクシーの美女の件ですと。私はトメヤペンですが、県の新美女におたまげましたと、アーシャもそうですが、今朝のデレーでね、動いてる最新の県見たらイケメンすぎて声出ました。祖県やばい。若干、パク当時わかる。韓国受けましたと。X 上では、ゆうきのアーシャに一番いいねとやっぱコメントがついてると。局長が言ってたら、やっぱゆうき爆発。やっぱ、局長やっぱな、ゆうきやと思うで、鍵は。うん。NEXIめっちゃしっくりきてんだけど、最高。NEXIー最高。で、こちら、NEXIについてと。美女大優勝ですと、完成度が高いと JIP さん。それよそれと。ゆうくんの手袋とせいたくんの鍵は謎ですからな。個人的なせいたくんのエラーコースですねと。ミラクルの、映像でも気がつくと、せいたくん追っていますといいですね。せいたも、だいぶ仕上がってましたね。うん。で、続いて、こちらですね。今日は深夜に PV 解禁、朝から ZIP で紹介、デイデイに出演と、10時から FC。なんか、また大好きなダブル会員で。ダブル会員でね、2倍儲ける感じですね。フールで冠番組の発表と、また。渋谷のソニービジョンや駅で映像が流れたり、怒涛の一日でしたと、早速ダブル会員になりましたと。ミラクルはオーディションで聞いたときはあまりピンときませんでしたが、聞けば聞くほど癖になって何回も PV 見ていますと。デイデイの生出演もみんな美女最高も良かった、美女衣装も良かったし、テレビに慣れていない初々しさも好感持てましたと。
メンバーが決まった時はあれっていろいろな批判もありましたが、やっぱりモチゴリは間違ってなかったと確信しました。ネクシー最強ですと。成長したら彼らに会えるのはいつになるんでしょうかと。その日楽しみに仕事も頑張れそうですと。ウェンさん今後とも、どうか、ネクシーメンバー大切に育ててくださる。いいですね。まあちょっといろいろあったらね、ネクシーもしっかり言っていくんで、みんな。諦めず頑張っていこうな。で、こっちですね。で、変にもう、まあこんなことやるけど、変に季節ソング出さないかも。季節の夏曲、冬曲出すんやったら、しっかりそこで完結できるんやったら、しっかり出してほしいんですけど、20の時完結できてなかったんで、しっかりそこら辺はタイミングもしっかりね、こう考えて。言うときだの、もう、あれで、何ヶ月前のビハインドもいらんで。ネクシーについて、PV とアーシャーの、スタイリング全員大優勝、大正解、大勝すぎますと。どんなものが来ても、受け入れる覚悟してたんですけど、もうこれやんと正解と JP 大天才ありがとうとなりましたと。私服っぽい統一感もあって一人一人に合った部屋目で、誰も事故ってないし、本当に全員かっこいいですと。局長が言われていたように、この若さで大人っぽいコンセプト、だからこそいいっていう言葉にむ、クルビがうなずきましたと。モゲロのね。デビュー曲のコンセプトも今からめっちゃ楽しみですと。あと今日ファンクラブ開催されたんですけど、早速ダブル会員になりましたと。供給の勢いと速さがありがたいですと。渋谷、池袋でデジタル広告も出ていてと運営の勢いを感じますとな。これ勢いよくいったはええけどあかんで。これがずっとバカバカいくんやで。20もそうやで。ネクシーとはまた別件ですけど、ほんま20もしっかりよろしく頼む。エンティームがバチバチな、やってる時にパラダイス走られて。20もネクシーもしっかり言っていくと。上さん分かりましたね。どうぞよろしくお願いします。もうそれでな、虹盛り上げていくんだから。早く TikTok もやってくれていいから。よろしくお願いします。ありがとうございます。声かお願いします。はい、じゃあねー。バイバーイ。もう局長、ネクスジとは呼ばれへんで、もうネクシーで行こう。